どうも、ありがとうございます。サブチャンみたいなね、スタートになっておりますけど、メインチャンネルでございます。昨日かな、今年の YouTube ファンフェス2020の、出演者などが発表されて、結構ね、リプでもおめでとうございますっていただいてたんですけど、私今年ですね、100万人突破したので、100万人突破ステージっていうところで、紹介していただく運びになりました。ありがとうございます。ちょっと今年はね、いつもみたいに幕張メッセで、みたいなちょっとできないので、本当は2年前にさ、幕張メッセの舞台に立つことを、夢見てというか、目標でやってきたので、その部分がちょっと叶わなかったのはね、なんか残念だなって思う気持ちはもちろんあるんですけど、でも、今年もファンフェスないと思ってたから、だから逆にね、こういう形ではあるんだけれど、やってくれるということにも感謝しております。ですけど、皆さん、いろいろ言いたいことがあるんだ。まず、ここで YouTube ファンフェスがあって、配置出るっていうことをね、覚えててほしい。まず、日時が10月11日、日曜日です。10月11日、みんな開けといて。で、今年はね、オンラインっていうか、世界を全部一気にやっていくの。で、日本のステージが9時半頃スタート、夜の。いいよね。すごいゴールデンタイム。9時半から1時間ぐらいかな。で、いろんなのがあるらしいんですけど、で、出演者がさ、ちょっと見せるわ。出演者がね、これサイト見てんですけど、ピント頑張れ、仕事して。ほら、あいみょんとかね、バンユンさんかな、これ。アイミリンチャンネル、オルタナチャンネルとかさ、あるんだけど、で、見て、まずね、1個目。これ、Google さん、ちょっとごめんなさいね、まだネタにしちゃって、見て。とある男が授業してみた。だから、とある男が授業をしてみただって。あれなんだよ、ツイッターの方はね、おが入ってたの。ツイッターに載ってたやつ。ちょっと待って、見せるわ。ちょっと出るかな。これ。これ、そっちさ、ラインナップが見たかな。ほら。授業、おって入ってるでしょ。だからさ、オッケー、よかったと思ったらさ、サイト見たら、見てよ。ほら。Google さん。いい。うちのね、視聴者の方も半分ぐらい分かってないから。では、すごい面々、東海オンエアさんとかさ、はじめ社長、ヒカキンさん、フィッシャーズ、ピリットチャンネル、もうどうするこれって話で、違うの。みんな聞いて、もっとやばいことがあって、でも自分は100万人、登録者達成ステージのとこで、ちょっとこう、紹介していただくんですけど、実は、今年も100万人突破した方がめっちゃいるんよ。で、そのチャンネルをね、ブラーって多分紹介していくわけなんですけど、その中で、3組に、なんかコメント、メッセージを喋ってもらいますっていうのがあるのね。で、実は、その、一組に私選んでもらいまして、もう事前にそれはもう撮影しているんだけど、それが流れるの。でさ、ありがとうございます、いいんすか、俺で、つっても受けたわけですけど、あと二組誰だろうって思ってたのね。そしたらさ、ここ見て。ここ。ほら。この米印がコメント動画での出演なのね。で、ここ俺のチャンネルコメント出てるでしょ？映っちゃったけどさ、見て。川口春奈さん。おいおいおい。で、もう一個見て、もう一方やばいから。ズズン、あいみょんさん。ねえ。あいみょん、川口春奈の授業してみた。どうするこれ。ね、どうするこれ、どうもしねえか。みんなどうもしねえか。どうもする今それをさ、キャスで教えてもらって、びっくりして撮ってる、今撮影してる。すごいね。別にさ、一緒になんか舞台立つわけじゃないんですけど、ありがたいです。本当にありがたい。ですね。ということで、多分100万人登録者のバーって中で、多分、順番わかんないけど、あいみょんさんが喋られて、川口春奈さんが喋られて、で、私、ハイチが喋るっていう奇跡の映像が流れますので、ぜひチェックしてください。そしてお願いがあるんですけど、ぜひ、私が出た時に、視聴者は多分ね、きっと何万人って方が見るんですよ。同時視聴でね、見ると思うんですけど、例えば3万人いるじゃないですか。私のこと知ってる多分100人ぐらいなんで、本当にコメント欄盛り上げてください。ハイチだつってもぜひお願いします。本当にお願いします。こいつ誰だってなるから、本当にお願いします。ふざけてない。本気でお願い。本当に。で、俺、その時間、俺も見るから、タイムリーに。そう、みんなのコメント見てニヤニヤしてるから、ぜひよろしくお願いします。いやー、今年はすごいね。なんか、ゴールデンウィーク中か、あの時に CM も出させてもらったっていうか CM にもさ、映像使ってもらって、その時も、ヒカキンさん、
とある男が授業をしてみた、で、ローラさんっていうさ、奇跡の並びだったんよ。また奇跡よ。ね。ということで、今年は奇跡が多い。ありがたいですね。年なのでぜひチェックしてもらえたらと思います。ということで、改めてなんですが、10月11日日曜日夜9時半頃スタートらしいです。日本のステージはね。で、もちろん自分だけじゃなくて、ほど素晴らしい方ね。だって、お前、ストーンズとスノーマン出るからね。そうよ。見てね、ちょっとどうぞ。で、いろんな東海オンエアさんとか、ヒカキンさんとかも出るからさ、いろんな方をぜひチェックしてもらえたらと思います。はい、ということで、以上。メインチャンネルでした。報告でした。ぜひ楽しんでください。それじゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、またね。バイバイ。